テレビキットは装着する車種や年式、またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ここではお客様のお車に装着可能な適合品番の調べ方をご紹介いたします。はじめに車に装着されている純正ナビの種類をご確認ください。純正ナビは3種類に分かれます。ディーラーオプションナビと標準装備またはメーカーオプションナビです。お客様のお車のナビがどの種類かを必ずご確認ください。ディーラーオプションナビにはナビ本体のフレームやナビの取扱説明書にモニター品番が印字されています。モニター品番はほとんどの場合アルファベットと数字の組み合わせで表記されています。アルファベットと数字の組み合わせ以外の表記や何も記載がない場合は標準装備またはメーカーオプションナビです。標準装備またはメーカーオプションナビの場合はお車の型式・年式を車検証などでご確認ください。純正ナビの種類について判断がつかない場合は自動車販売店または自動車メーカーのお客様相談窓口にお問い合わせください。テレビキットシリーズの適合表を開きます。ディーラーオプションナビの場合は車種名からの検索はできません。モニター品番が記載されているページをご覧ください。モニター品番、ナビ名称、モデル年式から適合するテレビキットのタイプや品番を確認できます。標準装備またはメーカーオプションナビの場合は車種名が記載されているページをご覧ください。車種名、型式、年式から適合するテレビキットのタイプや品番を確認できます。ビルトインテレビキットで2つ以上の適合品番が掲載されている場合は別紙のビルトインスイッチ適合表を参照の上、車両側にビルトインスイッチ装着用のスペアスイッチホールがあるか、またサイズが合っているかご確認ください。ナビ操作の項目は製品のスイッチをオンにした時に走行中の目的地設定などナビの各種タッチパネル操作が可能かどうかを表しています。丸は操作が可能、×は操作不可です。地図動作の項目は本製品のスイッチをオンにした時にナビの自社位置の動作を表しています。丸は自社位置が正常に動作し、×は自社位置が止まったりずれたりなど不正確になります。テレビキットシリーズは切り替えタイプが3種類、オートタイプが1種類あります。切り替えタイプはいずれもスイッチの操作により走行中にテレビが映らないノーマル制御の状態に戻すことができます。オートタイプはノーマル制御の状態には戻せません。テレビキット切り替えタイプは汎用の小型切り替えスイッチを付属したタイプです。ビルトインテレビキットは後付け感なく装着できる純正風スイッチを付属したタイプです。テレビキットスマートは純正ステアリングスイッチの操作で切り替えるタイプです。テレビキットオートタイプは切り替えスイッチによるテレビキットの操作がありませんので、ナビ側でテレビを選択すればいつでもテレビが見られます。ご注意、テレビキットは標準装備、メーカーオプション、ディーラーオプション以外の市販ナビには適合していません。車両の年式が適合表年式欄の開始年月・終了年月前後の場合はモデルチェンジの関係で適合品番が異なる場合があります。車検証の情報をもとに自動車販売店または自動車メーカーのお客様相談窓口にお問い合わせください。